皆さんやっほーやっほーやっほーっていうことで、主婦のブログゆみです。どうぞよろしくお願いいたします。今日は7月5日、早いですね。花金ですよ。もうあっという間に明日週末ですよね。ほんと皆さんお疲れ様ですね。え、今日は札幌はまあ曇りなのか晴天なのかね、わかんないんですけど、晴天です。今の時刻はやばい、8時59分です。この後仕事です。あと1分で仕事です。頑張りたいと思います。先ほどね、お弁当作りも終わって、そしてこの後仕事終わったらトイレ掃除やって、あと掃除機昨日かけられなかったのでかけたいと思います。そしてプチ散歩行って頑張りたいと思います。それではスタート、ゆみの動画スタート。ピコリン。
帰るよ帰るよ、もしかして帰るね。もしくはもういいの、いいの、そらそらこれいいな、暑いね、帰るか、暑いからね。Thank you.
行くよ、コハちゃん。そらくん行くよ。今、夕方の散歩に来ています。あー、雨がついに降ってきました。あー、やだね。もう、結構そんな本降りではないんだけど。なんか、いつもこんな感じで。ね、濡れてるかな。ね、そら、行くよ。なぜか小春はこっちから帰りたいみたいで。よいしょ、よいしょ、行くよ。あ、すごい元気。引っ張り引っ張り。よいしょ、すごいですね。草むらだから一応。あ、すごいすごい。元気元気。よし、母ちゃんも帰ろう。ね、空も帰るよ。よいしょ。レイチゴ、空、刺されちゃうよ。よいしょ。行くよ。よいしょ。よし、こっちから帰ろう。行くよ、母ちゃん、こっちこっち。こっち行くよ。ということで、帰ったら、カレー作って、茶碗でも洗えちゃいます。よいしょ。ピカリーン。ね。間違えた。間違えた。うん。夢ピリカだから。間違えた。で。そう。We'll be right back.
今日はこの後カレーを作って、その後に YouTube ライブをやりたいなと思っております。よいしょ。今日はチキンカレーを作っていきたいと思います。ドド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 ドバフ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 ということで、今日はブラジル産を使っていきます。手で失礼します。ね、ブラジル産ね、ちょっと安くなってきたので嬉しいなって感じですね。またね、携帯すごい揺れると思います。これもやばい。本当は思いっきり叩きたいんですけどねすごい。しかもさ、斜め、あービブラードね、豚肉の肩ロースでカレー作ってたので、久しぶりにチキンカレー作ってみようと思って、こっからは一口サイズに切っていきたいと思います。こっちも叩いて、そして筋切りをしたやつを一口サイズに切っていきたいと思います。せっせこせっせこ。まだ早かった。玉ねぎちゃんです。玉ねぎはさ、何でも料理に合いますから、すごい助かりますよね。なんかわ、油がやばい、跳ねる。あ、やばいよ、怖い怖い。最近ね、空がね、ちょっとトイレお漏らしすることが多くて、ちょっとね、早めに料理作ったらまた続けていこうかなと思って。皆さん跳ねるから気をつけてくださいね。チンと跳ねてきますと思って行きますよ。お、大丈夫、私が大丈夫かってねあ、怖いね、大丈夫、みんな大丈夫、大丈夫だった。おー、おっかねー、やばくねー、ビビりだから私、最悪、おっかないんだけど、弱火にしてるんだけどな、なんでだろう。ダイエットにも良いマイタケちゃんです。カレーにはね、舞茸ちゃんが入るんですよ、カレーに。だしも効いてね、美味しいんです。ゆうくんには久しぶりのコウくん茶入れていきたいと思います。嬉しいな、コウくんちゃん久しぶりだ。
金セブンということで7本入れてきます。ゆみぺーはじゃがいもじゃなくて長芋ちゃんを入れていきます。よいしょ、何がいいかな。よし、よっこしょ。ですよね、すごい熱い、ほんと顔が真っ赤ですよ、絶対に。これはこれぐらいの大きさにいつも切ってます。じゃあみんなで合流の、ね、お風呂に入り込みます。よいしょ、煮つけてカレー粉を入れて終わりです。長芋ちゃんもいい感じになってきたのでこれをまた使いたいと思います。とこれ英語読めないやつそのこれですね、これを使っていきます。これね結構すごい美味しかった。スパイシーだけどすごいなんか爽やかっていうかそういう感じがありまして、すごい私でもね結構食べれるかなって感じですね。入れていきます。3つしかないのでもう1つ種類増やしてこれを使っていきます。プレミアム、プレミアムでいいのかな、入ってる、入ってた。こんな感じで2つなんか小分けになっててなんかね保存しやすくていいと思います。これポンと、ね、簡単ですよね、いいですよね。アサリちゃんを入れていきたいと思います。皆さんもね熱中症本当気をつけてほしいです。本当にね北海道なんかよりもねもっと暑いんでね、本当にヒエピタではもう効果ないぐらいの暑さだと思うんですけど、本当塩分とね本当気をつけてほしいなと思います。たっぷりアサリ入ったので出汁が効いて美味しいと思いますが固まってますまだ氷で解凍しない状態で入れたので固まってますなのでしばらくねカレー風呂に入ってちょっと溶かしていきますそれでは後ほどアップしたいと思います。ピコリン、それではいただきたいと思います。いただきます。今日の弓亭は先ほども作ったカレーです。ドドドドン、そう2種類のねカレーを入れたんです。どんな感じかな。おいしい。うん、うん、アサリも入ってるとやっぱり出汁が効いておいしい、すごく。でスパイシーとなんか混ざってるからいろんな味があって、宝石箱やね、楽しいカレーですこれ、うん、そうだね、うん、っていうことで今日のユミは日常編をアップしてみました。さあいかがでしたでしょうか。今の時間が7
7時18分、11分、7時11分になっております。で、ご報告です。今週、これから毎週金曜日夜8時に YouTube ライブやろうかななんて思っております。ということで、もしね、お時間ある方、ね、いてくれましたら、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、これから夜ご飯食べていきたいと思います。それでは、そうそう。ねえ、皆さん、ユミを初めて見たよーっていう方、ありがとうございます。もしよかったら、この機会に、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、皆さん本当、そしてね、コメントありがとうございます。ユミ、励みになります。ね、頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。ユミでした。またね。みんな、暑いから気をつけてね。なんかね。失礼します。ピコリン。